どうも、アラハチャンネルです。今日も仮面ライダービルドの騒動のこちら、食玩ビルドファクトリーですね。こちらのブログが更新されてましたので、共有させていただきたいと思います。ということで、まずこちら、食玩フルボトル07ということで、もう07弾ですね、ということで、こちらね、ラインナップは、トラフルボトルと UFO フルボトルですね。このトラもかっこいいしね、UFO も独特で、色合いも独特ですね。さらに、こちら、タートルフルボトルとウォッチフルボトル、そして、フクロウフルボトルとキャッスルフルボトル、サバガラスのね、フルボトルというのは嬉しいところですけども、そして、こちら、食玩の、ソード仮面ライダービルド、ビルドラボということで、ビルド8のラインナップですね。おー、見ていきましょう。そしてこのね、ビルド8というのは、以前に情報共有させてもらいましたけど、仮面ライダーエグゼイドとの、コラボということで、仮面ライダーゲームのゴッドマキシマムゲーマー、仮面ライダーレーザー X も収録されているので、話題集めてましたけど、今回、今から紹介するのが、ビルド8のもはや、メインということで、そちらが、これ。はい、もう分かった方いると思うんですけども、仮面ライダービルドラビットフォームですね。紅のスピーディージャンパーラビットということでね、このアロハチャンネルでもこのね、フルボトル、ボトルですね、つい昨日アップしたばかりですけども、これの騒動化がついに来ましたね。めちゃくちゃ楽しみ。本当ね、かっこいいですよね。めちゃくちゃ綺麗にパワーアップされた感じがあって、本当デザイン的にはすごく好きですね。俺はもう自分を見失ったり次第、この力は完全に俺のものだということでね。まあハザードフォームだとね、完全に見失っちゃってたんですけど、ということで今回仮面ライダービルドラビットフォームがソードビルド8フィートソードに収録決定ということで、いやーやばい。でこれ今回は、同じですかね、 A と B の2つのタイプで合体という形になりそうですね。この2つそれぞれもかっこいいですよね。なんかほんとこれだけで様になります。これもかっこいい、なんかめっちゃかっこいい。ラビットフォームがこのハザードからこうちょっとラビットの部分が出るっていう、このフォームが本番で使われてたとしてもかっこいいと思いますね。それぐらい合う。はい、そして背中の翼パーツはジョイントがあるのでそこにつけてくださいと、ぐるんぐるん回りますよということですよね。でこの感動したデラックス版で感動しまくった武器、フルボトルトールバスターも付属するということで嬉しいですね。ボトルが想定されてる雰囲気ではなさそうかな。はい、あ、結構サイズ感もありますね。なんかめちゃくちゃでかい刀みたいな感じで、他の写真が、お、珍しくちょっと手ぶれしてる感じがありますね。この写真珍しい。で、ここら辺かっこいいですね。いつもの空中な感じ、ライダーキック的なとか、刀を振り回すね、ブレードモード。いや、ほんとかっこいいですね。めっちゃかっこいい。このバスターも赤色使われてるところが統一感すごくいいですよね。ほんとかっこいいな。で、あ、ローグとの対決再現ですね。これはいいな。なんか色合い的にもね、それぞれ個性があってほんとかっこいいし、めちゃくちゃかっこいいです。やばいですね。ということで、仮面ライダービルド8に登場するのがこちら、仮面ライダービルドラビットフォームということで、おそらくね、タンクフォームも来るんじゃないかなと思いますけど、とても楽しみにしたいと思います。ということで、もう早速ね、このラビットフォームが商品化されるということで、急いで情報共有させてもらいました。この動画が面白いと思った方はぜひともチャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。アロハ。